皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、スイッチ版トラックドライバーを朝っぱらからやっていきたいと思いますよ。前回の引き続き、チャーリードーバーのラグジュアリーなね、お仕事をやっていきたいと思います。いやー、最近ね、スタートするとちょっと朝っていうことが多いので早朝のね、仕事になりますけども、バシッと決めてこちらやっていきましょうか。チャーリードッバー、俺とお前ついに行くとこまで行くぞどこまで行くんだ、お、正確にはどこまで、正確に言うとオーステルハーベンにある高級レストランの供給業者だ。ほうで、届けるものは高品質で超新鮮なクロマグロ。いつもより注意を扱って行儀よくしないといけないな。その方がいい。まあ生もんだからね。よし、では傷つかないようにトレーラーを積んだトル、じゃあ生マグロを積んだトレーラーをトラックに接続する。どこにあるんだ、後ろか。多分いつもの場所だと思うんですよね。おっと、あったぞ。んー、よっこいしょ。いいんじゃないか。コラドンピシャでしょう。素晴らしい。よーし。では、ほら、視点を。よし、では行っちゃいますよ。睡眠もね、ちょっと減ってはきてるんで、注意していかないとね。では出発します。皆さんよろしくお願いします。距離がでも 7.4 キロだから結構長距離かもしれませんね。途中でね、一回ちょっと寝れるところがありましたら寝ましょうか。休憩をね、入れていきますよ。そしてね、いつものごとくね、もう最初に撮っちゃった方がいいかな。ここね、ちょうど景色がいいから、写真を、サムネを最初に撮っちゃいましょうか。写真モード、これね、こないだ勉強したんですけども、確かね、時間帯が変えられたんですよね。ここで変えられるんですよ。ほら、綺麗に。午後2時。3時。あ、綺麗ですね。この感じいいかな。いわよ、消す。あー、でもちょっと逆光なのか。逆光はちょっと惜しいね。まあ、かっこいいけども。よし。じゃあこれでとりあえず、あとバックしてってるんじゃないか。よし、行きまーす。重いからかね、バックしてやっちゃうのね。ちょっとね、景色がいいところってサムネを撮りたいんですけども、まあ太陽の位置結構重要になってきますね。
午後2、3時でね、綺麗なこう日光の当たり方っていうものをね。いや、最近ね、このスイッチ版のトラックドライバーを私動画上げさせていただいてね、皆さんとこの楽しさを共有してるんですけども、おっとごめんなさいよ、チャンネル登録者数のね方もかなりいい感じに皆さん登録していただいて、中にはね、いいコメントをしていただく方も多くてですね、この間もね、あとここは右折か、私盛大に事故をね毎回追突だったりガードレール擦っちゃったりしてるんですけども、損傷の方大丈夫ですかっていうねアドバイスをいただきましてね、ガレージでね見てみたら、まあ見事にねドアへっこんでるんですよ。前回のねサムネが多分ねへこんだまんまの状態でトラック映ってたと思うんですけども、そちらの方もね今日出勤する前に直しまして、綺麗な状態でね今運転できてますから、こういうのもね登録していただいてるね視聴者の皆さんのねコメントのおかげで気持ちよく運転できることに私感謝しております。まあこちらの方もね今録画でやっておるんですけども、まあ配信などでねちょっとライブで皆さんとねおしゃべりしながらでも楽しめるように今後なってったらいいのかなと思っておりますよ。まあね、こう将来的にね私ゲーミング PC 持ってないんですけども、まあそちらの方ね登録者の方も増えていきましたら満を持してね購入いたしまして、ユーロトラックシミュレーターの方もねやっていきたいと思うんですよ。まあ最終目標ですよね。今はねこうお手軽なスイッチでちょっとゲームをね紹介させていただいておりますけども、まあスイッチ版のねこういうシミュレーションゲームやってる方は多分少ないと思いますので、そういう点でねちょっと知識の方をね共有しつつ楽しんでいただけたらなと思っておりますよ。いや昨日ねツイッターの方でもね私ちょっと言ったんですけども、マイクの設定をねちょっといじっちゃいましたら沼にねハマっちゃいまして、まだねマイクのセッティングがねちょっとまだ終わってない状態なんですよね。なのでちょっとね音質の方が悪いかもしれないんですけども、ご容赦いただいてですね、うまいことねセッティングが決まればね嬉しいんですけども、こういうのはねこう少しずついじりながらねいい音質を目指していきたいなと思います。まあ私のね滑舌も悪いんですけどね、よいしょ。いやーやっぱ重いの引いてるからね、上り道になるとちょっと速度が緩いですね。いやこっちの方初めて来るんじゃないですか私ね。残り4キロってなってますけども、半分で睡眠がちょっとやばいね。寝るところはあるのかな？ありますね。よし。途中でちょっと休憩ポイントありますので、そちら寄ってっちゃいましょうかね。ガソリンの方はね、満タンですから。おしゃべりをね、しながら走ってると、よくね、カーナビをね、見忘れちゃってですね。いやー、28キロしか出てないぞ。相当重いね。フルスロットルなんですよ、今。まあでもね、こう、ゆっくり走るのも、景色をね、見ながら、結構、おつなもんですよね。
いやー綺麗ですよ、ここら辺。ちょっと一旦ここでもちょっとサムネ撮ろうかな。ごめんなさいね。写真モード、あ、いいね、ちょうど2時なんだね。あ、ごめんなさい。よいしょ。よし。あーでもちょっと逆光なんだね。あーでもこの角度かっこいいね。運んでる感じがしますよ。ちょっと渋滞気味だけども、こういうのもかっこいいね。あーいいですね。よし、十分ですよ。はい、ではスタートします。休憩所がありますので、あそこでねちょっと休憩しちゃいましょうか。あー、ここ前来たところかな。あ、来てないか。前はね、もうちょっと。よいしょ。エンジンを止めまして、眠ります。はい、ではスタートしますよ。休憩は十分に取りましたから、よいしょ。あとは目的地に向かって残り 3.8 キロ。よし、じゃあ右折しますよ。車来てないね。よし。あ、下は高速道路かな。ここを左折。そこにはガソリンスタンドとかがあるね。よいしょ。ああ、なるほど。ここは一通なんですね。もしかして私、あれかな、初高速道路かな。ああ、ぽいね。記念すべき初高速道路ですよ、皆さん。よいしょ。おっと、すごいね。いやー、一気に。ちょっと、あと、ここで降りるのか。早いね。いや、でも、いい記念でしたね。初高速道路。まっすぐ行くと、どこに行くんでしょうね、あれはね。マップはね、結構広いので、端から端に行くってなるとね、結構な距離になるとは思うんですけども。おっと、インターか。なるほど。インターじゃないか。ジャンクションか、これは。よし、じゃあもう一回、ちょっと高速道路乗りまーす。よし、ナイス合流。なんて書いてあるのかわからんけども、なんか書いてありましたね、上ね、青缶ね。65キロはちょっと遅いけど、ハンドルがねちょっとピーキーなので、やっぱね、このスティックで操作するのだいぶ難しいんですよね。
スイッチのプロコンでね、今私運転してるんですけど、だいぶハンドルがピーキーなんですよね。あおいしい感じじゃないか。あと車線が、やっぱね、大型トラックなだけあって、一番ね端っこを走らさせていただいておりますよ。まあ74キロも出してれば上等だと思うんですよね。あと1キロ。おっと。もうそろそろ降りるのかな。ここ降りそうですよね。降りまーす。もう少しですね。600メートル。夕方になってきましたよ。よし。ああ、綺麗だ。ホテルがいっぱいありますね。よいしょ、ここを左折ですね。よし。もっと人も歩いてますよ。あー、なんかすごいでっかい船がありますね。コンテナもあるので、よいしょ。ここですね。入りまーす。おっと、駐車はなしかな。場所を見つけた。正直そこの人々に会うのは少々緊張。大丈夫。気取った男から、荷物をどこかの他の場所へ届けてほしいと連絡来て、なんだと。これが新しいルートだ。なんだと。本当にありがとう。せっかくここまで来たのに。ちょっと待ってくれ。思わず喉が絡んでしまいましたけども、よいしょ。このまま出て、まっすぐ。あ、でも250メートルだから近いね。いや、よかった。全く違うところに運ぶのかと思いましたよ、今。まあ、こういうトラブル含めてね、このトラックドライバーっていうのは結構、このチャーリー・ドーバーとのやりとりも含めてね、結構面白いですよね。ユーロトラックシミュレーターはね、こういうね、キャラクターみたいなのはないでしょうからね。よーし、じゃあ左折いたしますよ。失礼いたしまーす。マグロを届けに来ましたよ。どちらに私置けばよろしいでしょうか。マークが出ないけども、おっと、見つけた。一言文句を言ってやりたいね。まったくだね。礼儀正しくないな。
わかった、シャツは着とくよ。なるほど、ネクタイもしとくんだな。ムムムって言ってるね。よし、ではトレーラーの駐車、どこに駐車するんだ。自動駐車なんて書いてあるけども、あっと、あそこか、光ってるね、あそこね。どう行きましょう。よし、バックして、コンテナで運ぶってことなのかな、これは。よいしょ。あーでもこれはまっすぐこのまま止められるんじゃないかな。二つあるね。よーし、このまま。よーし。おっと。切り離し 100% だぜ。全部完了。正直意外とうまくいったよ。本当か、相変わらずすごいな。そうだろそうだろ、チャーリー・ドーバー。真面目に、今回の仕事は俺にとってかなり重要だった。お前にとってもな、別の仕事のきっかけになる。だといいな。今から帰るよ。よーし、ミッションクリア。また909ユーロをもらいましたよ。当たりはすっかり寄るっていうね。よーし、ここでまたちょっと写真撮っちゃいましょうか。あー、いいね。おっと、スキルレベルが上がりましたよ。ではね、皆さん、今日はちょっとキリがいいので、ここら辺でね、終了して一旦休憩をしたいと思います。次からはね、またチャーリー・ドーバーのとこ戻ってね、あの新しいね、お仕事入ったみたいなので、そちらの方をね、やっていきたいと思います。今回はね、初めての高速道路にね、おっと、なんだこれは。ちょっと待て、どうした。なんだこれは。車が大変なことになってるぞ。何のボタンも押してないけども、何だったんだ今のは。めちゃめちゃ車が暴れてたけども、びっくりしましたね今のね。車の破損はないぽいけども、何だったんでしょうね今のね。もっと星が綺麗だ。まあいいとして、まあね、また次からね、どこまで話したのかちょっとわからなくなっちゃいましたけども、次からね、またあのチャーリー・ドーバーのところでね、お仕事をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。